皆様こんにちは、田中涼子です。はい、来月ですね、毎月1回オンラインで Zoom でアホイっていうね会を毎月やっております。で、内容はですね、ただねその時集まれるピンときた方が集まってこうちょっと近況報告っていうか自己紹介、初めましての方もね結構いらっしゃるかもしれないので、その時は自己紹介をしたり、あとアホ活じゃないですけど自分の最近の活動状況なんかどんなことをねしておりますとか、なんか会社辞めましたとかね、皆さんのこう1ヶ月1ヶ月のこう近況報告が面白すぎて毎回すごいね皆さんのお話を聞くのを楽しみにしております。で、なんか仲間で何かをねこうなんか何もほら特にこう何の目的もなくても何かこう一つの話題で集まるっていう、なんか遊びの会みたいなねイメージなんですけども、こうその時にこう集まれる方がパッと集まって、お話ししてお話しするっていう会なんですけども、もしねピンと来られましたら様子とかをねインスタグラムにたまにちょっとたどっていただければ、どんな会だったかっていうなんか写真とかを載せているので、もしよかったら興味がありましたら参加していただきたいと思います。来月は5月の9日で、プラハ時間が朝の8時から10時までで、日本時間は15時から17時までの2時間となっておりますので、もしピンと来られましたら私がね主催してますのでゆるい会なので安心してね参加していただけたらと思います。ではまずですね、今日は、ユニコーンオラクルカードをね引かせていただきたいと思います。聞かせていただきます。はい、ではこちらですね。今日のメッセージはチームワークです。はい、では読ませていただきます。チームワーク。みんなで力を合わせて今やっていることを形にしましょう。質問をしたことは他の人たちの助けで自然に解決するでしょう。それができるだけ良い形で実現するように、あなたはチームの一員として周りの人たちと関わらなければなりません。チームワークとはみんなで仕事も喜びも分かち合うということです。そしてグループ全体で同じ目標に向かうと同時に他人の気持ちを理解することでもあります。このカードは良いチームメンバーになるようにと伝えています。まず1つ目は他の人に助けてほしいと言えるようになってください。2つ目に誰かが助けてくれようとしたら助けてもらいましょう。人に助けてもらっても構わないのです。そして助けてくれた人に感謝を忘れないでください。3つ目は他の人を助けられるようになってください。そうすれば全員で助け合えるようになります。チームでならたった一人ではできないこともできるのです。はい、今日は、今日のメッセージはチームワークでした。何かお心当たりある方はね、もしこうピンと来られることを実践していただければと思います。はい、さっきですね、なんか息子と話していたことともうすごい丸かぶりなんですけども、なんか息子はね、なんかちょっとね決めていたこうバイト先みたいなものがこう結局決まってたんですけどごめんなさいみたいになってなんかどうなるんだろうねとか言ってたんですね。でこうまあアホパワーで自分のねこうもうストーリーを見せてあげるからお母さん楽しみにしててみたいな感じでこうもうなんか何かがあってもくじけない心っていうのがね育ててくれてすごいなんか頼もしいなと思ったんですけど、そしたらですねなんかそれがこうなくなったことによって何かがまたエネルギーの転換があったみたいでこうとてもなんかボードゲームにね誘われたりとかしたりとかして遊びのエネルギーとか自分に入れたりとか、まあ、素直にね結構エンジェルプロジェクトに参加してこう毎日のこうなんか毎日そういう天使からのメッセージも受け取りつつなんかやってるみたいなんですけども。でなんかねチームでね何かをやりたいなって思うみたいなんですよね。でなんかさっき本当に話したばっかりのことで面白いんですけど、なんかこう自分は結構なんかいろんな方からのご依頼とかもこう受けていたりとかしてこう手一杯になっているところがあるからちょっと仲間を誘ってみたりとかしてこうみんなでこう。なんか会社みたいのができたらいいなみたいな、なんか会社の前身じゃないですけどそういうのをなんか今立ち上げようとしているみたいで、そうだからこうやっぱりこう自分だけがこうねリーダーとして自分だけが背負いすぎないやり方っていうかこう皆さんに手伝ってもらいなつつこうアドバイスもこう自分も助けたり助けてもらったりっていうかなんかそういう循環をしながら一つのこうグループを作るっていうね、なんか多分これからの会社とか仕事の仕方っていうのはそういう風になっていくのかなと思うんですよ。だから誰が上とか誰が下とかじゃなくてみんなでこう一つのものを作っていくっていうなんかそれのこうねリーダーになる方もいればそれお手伝いが得意な方もいれば、だから自分の得意なことを出し合って皆さんでね一つのことをこう楽しくワクワクしながらねやっていけたらいいなっていうなんか私はそれがね何年かぐらい前からそれをすごく受け取っていてこう私はイベントっていう形でなんかちょっと実践しながらこう皆さんになんかお仕事をこうお願いしたりとかしてみんなで楽しいイベントを作るっていうねやってきたんですけど、それがちょっとなんか少しだけこう息子へのアドバイスにもなったりとかしてなんか面白いなと思っています。で、私もその「アホイ」っていうねオンラインとかで皆さんのご縁皆さん素敵な方ばっかりなのでまたねその方たちとまたこれからご縁をこう深めていくことによって何かこう面白いことが始まったりとかね私たちがまあ何かをする時とかにこう助けてもらったりそして助け合ったりとかしながら面白いね社会をね作れたらいいななんて妄想しながらねその毎月のオンライン会を楽しみにしております。はい、今日はですねこんな感じでまあなんかカードの中とかでピーンときたことがありましたら何か実践していただけたらいいと思います。はい、ワクワクねすることはちょっとドキドキすることでもあるのでまあ、ドキドキをねちょっと乗り越えて楽しんでいきましょう。はい、では今日はこれでおしまいです。はい、ありがとうございました。さよなら。